ジュディス・リバー・ルイソーは、モンタナ州の地層の一つで、ジュディス・リバー層群の一部をなす。地質年代は、白亜紀後期カンパニアン。同じく、モンタナ州にある、ツー・メディスン・ルイソー及び、アルバータ州のオールドマン・ルイソーと同じ年代である。モノクロニウスを記載した、エドワード・ドリンカー・コープのようなアメリカの、古生物学者の黎明期における探検を語る上で、重要な地層である。近年では、 極めて完全に近いブラキロフォーサウルスの骨格が発見されている。ジュディス・リバール層は低岩、シルト、砂岩で構成される。石炭、ベントナイト、コキナも含まれる。ジュディス・リバー類層はクラゲット類層とパコウキ類層の上に重なっている。その上にはベアパウル層が重なる。相助的にはカナディアンロッキーの南側、ベリーリバー類層 アルバータ州中部のリーピーク類相及び北西ヒラノのワピチ類装と同一である。ブリックレイク武装とリブストーンクリーク武装はジュディスリバー類装内の砂岩ユニットに区分される。非公式に知られるブロッシュ武装とビクトリア武装は矛盾した横方向の分布であるため現在用いられることはまずない。ありがとうございます。